オーストラリアは潜水艦の自国建造計画を立てました。しかし、そのプランは頓挫しつつあるのではないかと地元のメディアが注目し始めたそうです。今回はそのオーストラリアの潜水艦建造計画について詳しく見ていきましょう。フランスも安易な考えで建造していたのかな。しかし実績はあるんだけど。試験ですが、原子力潜水艦を簡単に通常動力型に変更できると考えていたようですが、しっぺ返しを受けたのではないかと思っています。フランス湾でなく日本湾を選んでいたら、とっくに何隻かは完成していたかもしれません。オーストラリア海軍は現在使用しているコリンズ級潜水艦に変える。潜水艦としてアタック級潜水艦計画を決定しました。そしてフランスのシュフラン級原子力潜水艦の改造版を選択したのが2016年平成28年のことでした。それから5年経ちました。しかし12隻とも言われるこの潜水艦大隊の大規模プロジェクトはコスト面でのずさんさもあって実現が不安視されているようです。5年間何をしていたんだといったところでしょうか。フランスのシュフラン級原子力潜水艦製造を契約した会社は DCNS 社。現ナバルグループ社でした。この会社によると計画されているアタック級潜水艦12隻の建造コストを約2兆1500億円と積算し、1隻あたり価格は約1800億円と提示していました。かなりの高額ですが、いざ契約の際には金額が跳ね上がったといいます。それだけではありません。直近のオーストラリア側による試算では、12隻合計で7兆4400億円、1隻あたり価格約6200億円という気が遠くなるほどの金額になると報道されているのです。単純に価格だけの比較をしてみます。日本の海自の最新鋭潜水艦タイゲイ型。一番艦の建造コストは1隻あたり約800億円と言われていました。アタック級潜水艦の当初予算1隻約1800億円でも十分高額だったということがお分かりでしょうか。オーストラリアではアタック級潜水艦計画の付帯条件として、自国内で艦艇を建造することによって、製造業の雇用政策の一つにしようと考えていたようです。日本もですが、どの国でも製造業は苦戦しています。オーストラリアは、自動車製造会社等が、次々と国内から撤退しているため、国内産業が空洞化しているという経済的な問題があります。まず雇用の創出を最優先としたため、潜水艦の兵器としてのあり方が後回しになったとも言えましょう。また、アタック級潜水艦計画というのはシュフラン級原子力潜水艦を通常動力に変更するものだという部分が疑問だという軍事関係者からの声もあるようです。それだけではなく、実績のない機上案に簡単に
乗ってしまったのではないかという厳しい意見もあるようです。仮定ですが、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力型へ変更できたとしたら、オーストラリア海軍はアメリカの兵器システムを該当のアタック級潜水艦に搭載する心づもりとされています。しかし、この作業工程の不明さも問題視されている一つです。そんなことがあったためか、兵器システムを供給する側のアメリカは、その実績がある日本の、そう、竜型潜水艦を選定時にお勧めしていたとも言われているそうです。しかし、あくまでも、国内での艦艇建造を最大の目的とするオーストラリアは、これを断ったということです。オーストラリアには、こういった兵器調達と政治という二つの問題があるようですが、この原因になったのは地理的なものと思われます。というのは、軍事的脅威となりそうな存在が現在、つまり、太平洋戦争以後には、近隣にほとんど存在していないということに原因があるとも推定されるのです。ここで太平洋戦争時のオーストラリアについて説明してみます。1941年の日本軍によるハワイ真珠湾攻撃によって始まったとされる太平洋戦争ですが、当時のオーストラリアはアメリカと協力して日本に対抗していました。日本はアメリカとオーストラリアの連携を叩き切ってしまおうと、補給線が長くなることも無視して赤道を越えて爆撃を繰り返しました。日本にとって、オーストラリアはアメリカの仲間ですから、敵です。つまり、オーストラリアは、直接の戦争参加国の一つであり、南下してくる。日本軍を撃退することが、最大の目的でした。やがて、日本は、二度の原爆投下により、大きな被害を受け、やっとポツダム宣言を受け入れて、1945年8月15日に太平洋戦争は終わりました。これにより、オーストラリアの敵としての日本は消えたということになります。日本が敗れオセアニアから引くと、オーストラリアの仮想敵国は、インドネシアに変わりました。というのは、東ティモール問題で、インドネシアとオーストラリアはたびたび衝突していたからです。しかし、全面戦争につながるような緊張した関係にはならず、大体にして平和な関係でした。といっても、四方を海に囲まれたオーストラリアで、すから国防には海の守りが最優先となります。海を守る兵器として、潜水艦の保有を積極的に進めました。結果として、1990年、平成2年から2001年、平成13年の11年間で、オーストラリア国内南部のアデレードで建造したコリンズ級潜水艦を6隻建造して就役させました。その事実があるので、今回のアタック級潜水艦も国内で建造することで雇用を生み出し、維持する方策として採用されたのですが、実際は順調には進みませんでした。原因がオーストラリアの潜水艦建造のテクノロジーだけなのかはわかりませんが、コリンズ級は潜水艦として最も核となる大切な要素である静粛性に難点があり、同時に
多くのトラブルが生じていたので、はっきり言って不評だったそうです。しかし、機体のアタック級潜水艦計画がデッドロックに乗り上げた。現在では、こうしたトラブルに根気よく対応してきた製造会社。スウェーデンコックムス社の評価が上昇しているという。皮肉な状況になっているとか。コリンズ級潜水艦のトラブル対応を熱心に行っている理由ですが、遅れそうなアタック級潜水艦の状態を考慮した上で、このコリンズ級潜水艦を延命して、収益期間を延長させようという思惑があるからとも推測されます。コリンズ級が働いている間に、新しい潜水艦の調達をという意図があるのではないでしょうか。この意図が果たして現実的なのかどうかの判断は今はできません。でも、個人的には、これからアタック級潜水艦の経費が高騰するのなら、一向の価値はあるのかもしれないと感じます。ただ、ここで動きがありそうなのがフランスです。頼んだ側である。オーストラリアを見くびっていたような感があるのですが、フランスもある程度現実的な落としどころを提示した上で、幕引きを図ろうとするのではと予想する声もありますから、予断は許されないようですね。オーストラリア海軍が新型潜水艦を強く希望するもともとの目的は中国です。以前は、オーストラリアの貿易額が1位だった中国ですが、さすがに最近の中国の海洋進出にはオーストラリアも座ししてはいられなくなったのでしょう。中国による現実的な軍事的脅威がひしひしと感じられるための計画でしょうし、対中関係の今後にも大きく影響していくことと思われます。